はい、お疲れ様です。今日もね、オリエンタルカーディア動画やっていくんですけど、今日はですね、まあ、キャラ評価やっていこうかなと思いまして、やることもないんでね。前回というか、過去にホレン氏の玄武ありなし、そして最近、宗神 UR5 の使用感みたいな動画を上げたんですけど、結構ですね、視聴いただいて、ありがとうございます。で、自分無課金でやってて、今戦力4100万なんですが、もちろんですね、育てられる英雄に限りがあるんで、キャラ評価とか言っても自分が育ってるものしかできないわけなんです。で、今できるのが両武器できるんですけど、これちょっと後でやろうと思っておりまして、今日はやっぱりね、このゲーム始めて間もない方っていう方も、見ていらっしゃると思いますので、このゲームに必須なキャラである芝居ですね、芝居の何がすごいかっていうのを、まあ、一旦ね、まとめておこうかなと思います。もちろんこれは、すでにやられてる方は、もう、周知のことなんで、いいと思うんですけど、初心者の方ですね、オリエントアルカディアやるにあたって芝居はね、もう必須というか、超重要、超めちゃめちゃ強い。なので、まあ、絶対ね、育てて損はないと思いますので、どんなもんかっていうのを実際ね、まとめていきたいと思います。はい、で、芝居は、まあ、タンクのキャラです。で、なんといってもですね、このパッシブで、まあ、野心あるんですけど、星3で野心、戦闘開始時に野心4回獲得、攻撃されると減少する。これは、火ダメの軽減が上がる。まあ、これは、まあまあ、いいんですけど、まあ、なんといっても、このね、深淵支配。星5にすることによって、パッシブでつくこの深淵支配が、芝居のヤバさを物語っているというふうに思います。で、深淵支配って何かっていうと、2ターン目ですね。ターンが終了すると、自身の防御の8割のダメージを、固定ダメージを敵全体に与えると。敵の人数が少ないほどダメ上昇が、起こりますよというところなんですね。だからこれはターンが、終了する、つまり、長引けば長引くほどですね、試合が長引けば長引くほど、芝居が耐久で残っていれば、そのたびに、自身の防御の8割の固定ダメージが敵全体に入ると。で、この固定ダメージっていうのもポイントで、固定ダメージっていうのは、まあ、ストーリーとかで、進んでいくと敵の防御力がめちゃめちゃ上がっていて、通常攻撃とかで1しか入らなくなってくるんですね。なんですけど、固定ダメージっていうのはこの自分の防御に依存したダメージなので、そういったことは関係なく敵に何万っていうね、単位のダメージを与え続けることができるので、ストーリーの攻略とか無限飛行の攻略とか、そういったところにおいて芝居のこの、特性っていうのが非常にまあ有効になってくるというわけで、まあ重宝されているということですね。その嵐を耐え抜かねばならない。で、まあ、で、気力攻撃は一応見とくと、この冥風っていうのかな、冥砲、冥風、これを、まあ、相手に与えて、2ターンの間ダメージを与え続ける。まあ、これもね、まあ、普通に強いんですけど、これじゃないんですよ。深淵支配なんですね。はい。で、UR になるとどうなるかっていうと、UR の1になると8割、の固定ダメージ、防御の8割の固定ダメージだったのが9割になります。で、上限も 270% に上がります。結果はで、 UR の5になるとそれが 100% の防御ダメージになって、上限も 300% までに上がります。まあまあまあ、これもやばいんですよ、はい。で、さらにやばいのが玄武で、玄武はあの UR5 になることによって、これ取れるようになるんですけど、何がやばいかっていうと、今度は回復してくるんですよ。回電、ヒットポイント吸収率が 10% 上昇する。つまり、深淵支配をぶち込んで相手にダメージを与えて、起きながら自分も回復するっていうパターンですね。で、これが極電になると、ヒットポイント吸収が 30% 上昇すると。で、さらに自分のヒットポイントが7割、5割、3割を切った時に深淵支配がプラスで一発かますと。めちゃめちゃやばいんですよ、これ。はい。まあ、これは、実際にね、動画見ていただいた方がいいと思うんで、戦闘シーンを。この解説終わった後に、その動画をね、流したいと思います。で、一点注意するべきは、まあ、芝居は、これね、
ここの新エシアイのところに書いてあるんですけど、支配デバフを未所持の場合っていう、枕言葉がついてます。この支配、デバフっていうのは未了とかあのめまいとか、まあ、そういった類のこう動けなくなるようなやつだと思うんですけど、それが芝居に当たってしまうと新鋭支配を打てませんということなんで、逆に言うと芝居の対策としては、こういったデバフをね、負けるようなパーティー編成をするといいっていうのが、まあ、一つ、方法としてはあります。で、対策としてはやっぱりデバフを解除できるような英雄ですね、カダとか、まあ、ホレンシでもいいんですけど、を入れておくということですね。あとはひょうたんの確かね星5だっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど見てみましょうか。ひょうたんもこれひょうたんの無双だっけ、無双になるとなるんかな、ちょっとこの辺覚えてないんですけど、これどれ見ればいいんでしたっけ、ちょっとあのすいません、ちょっとパッと出てこないんで。ひょうたんもですね、ある程度育てると、デバフも解除、全体をね解除してくれるんで、ひょうたんを、陣部に入れておくっていうのもデバ、芝居のパーティーを生かす、コツになります。私のなので、とりあえずですね、まあこのやばい性能ですよね、はい、を、ちょっと見ていただこうかなと思います。はい、とりあえずねエリートの、ストーリーですねやってみましょう。で、見るとこいつらねめちゃめちゃ防御が高い、通常攻撃ってほら1しか入らないの分かると思うんですけど、なのでここをクリアしていくにはやっぱりね通常のダメージを与えるんじゃダメなんですね。で、この芝居を見ていただくと分かるんですけど、そろそろ撃ってくると思います。これ今2ターン目ですね、2ターン目終了から本気を出してきますんで、これですね。で、気力攻撃はねほとんど入んないです、プラス1ぐらいしか入んないんですけど、深淵支配がめちゃめちゃ入ります。例えばなかなか打たない、これね今、かなりダメージ入ったと思うんですけど、これね739万、だからこれが固定ダメージで与えられるっていうところでストーリーで有用、しかもその固定ダメージの与えられる回数がえげつないから、自分のダメージが減った時、ターンが過ぎた時、まあ、そういったところですね、めちゃめちゃね、殴り殺していくんで非常に強いこれね、はい、っていうのが、まあ、一般のストーリーでの、強さで、対人戦も見ていきましょうか。はい、じゃあちょっとねランキング戦の、動画で見てみましょうか。自分の戦力が4000万なんで、この5059万勝った試合を見ていきましょうか。相手も芝居ですね。まあ戦力差が1000万あるんで、まあ通常はね、なかなか勝てないんですけど、まあ何で勝ったかってそこですけど、芝居で勝ってるのかな。今1ターン目なんで、とりあえずね2ターン終了してからが、まあ、芝居がね本領発揮するといったところですね。相手も芝居がいるんでね、この暗黒の渦に飲まれるがいいっていうのは気力攻撃、これはね気力攻撃、これが新鋭試合600万、ちょっと早い、2倍にしましょうか。で、結構これ不利な状況になってますよね、体力も負けてきてて、負けてきてて、これ勝つわけだから芝居で勝つんじゃないかな最後、どうでしょうか。こっからね芝居がやっぱ無双していくことが多いんですよ。これね新鋭試合580万、これ全体に打って、あ、入っちゃったね、これが入ると支配デバフで打てなく、あれ打ってるね、これなんだ、利用じゃないのか、あー、ここね、でこれもう完全に負け試合だと思うんですよ。ただここの芝居が残ってダメージが減ることによって新鋭支配を追加で打って、ターンが過ぎることで打ってっていうのを繰り返します。これ打ちます、
これ耐えて、これ撃ちます。気力攻撃、これ耐えて、もう一発、これ耐えます。あー、これでもね、まあ、芝居も頑張ってるんですけど、あの神武もめちゃめちゃいいと思うんですよ。これね、竜の神武の支配、何でしたっけ、支援スキルを入れてますね。だから神武の攻撃回数が増えるごとにダメージが増えてくるんで、めちゃめちゃ神武入ってたと思うんですけど、まあ、これ見てわかると芝居も打ってますね。だから芝居と竜のあの霊獣のねスキルで勝ったようなもんだと思うんですけど、まあああいう風に体力でかなり不利になっても、まくれるっていうのが芝居の特徴なんで、もうねこれは必須キャラですから、まあぜひねこれから始める人いたらですね、もう速攻で、育ててもらって、悔いはないです。はい、はい、ということで本日はこんなところで終わっておきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。